関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日は暑いねが挨拶になったのではないでしょうか。気温も30度を超えたところがあり、体感は夏。神奈川県海老名市のスターンさんからはこんなリポートが届きました。本格的な真夏はまだ先ですが、ハンカチ活躍、気持ちのいい一日です。明日もこの調子で晴れてほしいです。今日はビールがうまいかな。金曜の夜、昭満の今日は小さな満足として冷たいビールなんてのもいいですね。明日もこの天気が続くのか、天気マークで確認していきましょう。今日ほどの青空とはいかず、だんだんと薄雲が広がってきます。週末はだんだんと天気下り坂となるため、お出かけや掃除、洗濯は明日のうちがおすすめです。暑い日が続いています。お出かけ先で思いっきり楽しみたいところですが、紫外線、熱中症の対策は十分にしないといけませんね。それでは、ウェザーニュース。